はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクスチャプター3リオファネス城ですね、やっていきたいと思います。まあ、このまま連戦になりますので、まあ、いつも通り格闘忍者で進んでいきます。配置狭、ここでいいでしょ別に。リオファネス城城内、ここはウィーグラフ戦か。これは一体来たか、ラムザ。さあ剣を抜け、ラムザ。いや剣なんて抜かねえよ、素手の方が強えから。どうした、抜かないのか、当たり前じゃん。ならばこちらから行くぞ、どんと来いよ。俺のゴッドハンド見してやる。哀れだ、あなたは本当に哀れな人だ。ルカビーに魂を売ってまで復讐を果たしたいとは。ミルーダが知ったらさぞかし嘆き悲しむことだろう。復讐だと？そんなことはどうでもいい。私の望みはそんな小さなものではない。ミルーダの仇などどうでもよい。私が望むのはこの世に混沌をもたらすこと、そう、脆弱な人間どもの悲鳴を聞くことだ。だが安心しろラムザ、貴様だけは特別にこの私が殺してやる。完全にもう魂を売ってしまったね、神殿騎士ウィーグラフ。忍者だからこっちの方が早いはず。よし、横はいけない、正面か。ヒットポイントは332、一発で倒せるかな。火力は十分 58%、 カウンター食らったら確実に死ぬね。あの書庫の二の舞になるからね。58か、どっちか渡んだろ、いけ。よし、オッケー。雑魚がウィーグラフ、人間を舐めるなよ。くっ、強くなったな。逃げるのかウィーグラフ、出てこいウィーグラフ。ここで決着をつけよう。連戦だっけ。これって仕切り直し？またその戦闘としては最初からだったら俺が先手を取れるはずなんだけどな。待たせたな。ガチャって仲間を呼んだかとか。なぜか勝手に扉が開いたけど誰も来ない。君たちは何を見ているんだ、毎回毎回。ずるくない？俺仲間なんて呼んでないのに。1対1で勝負しようよ。さあ行くぞラムザ、お前に魔界の力を見せてやろう。魔人ベリアスを倒せ。先手取れるか、せめて。よし、仕切り直ししたっぽいね。で多分回避率はそう高くないと思うんだよね。もうベリアス一点集中でいきます。378の 100% が2回、750くらい残るか。マジか。あとはこの周りのアルテマデーモンだね。早っ。あれこいつら遅いスピード。一応見るだけ見よう。もう見れねえし。そうか、ボスだからか。さすがにもうこれで倒せるでしょう。ザコがルカビーといえども、所詮俺の鉄拳の前には赤子も同然よ。うわ、バカな、たかが人間ごときに。たかが人間だと言っただろ、人間をなめるなと。パンチ3発でルカビー倒すからね。とんでもねえやつだなこいつ、本当に。アルマ、
14,000円。あれ、そういえばさ、前回さハイポーション手に入れてまだ使ってないよね。あ、イズルードもやられてんじゃん。お、まだ生きてる。うう、しっかりして。剣はどこだ、どこにある。あいつを倒さなければ。お願いだ、明かりをくれ。真っ暗で何も見えない。もう大丈夫よ、戦わなくてもいいわ、安心して。君の兄貴に伝えてくれ。やはり成績は悪魔の力。父は、あいつは父上じゃない。成績の力によってルカビーに。お願い、もう喋らないで。ラムザの言っていたことは正しかった。あいつを倒さなければ世界は滅ぶぞ。みんなに伝えてくれ。戦争なんてやってる場合じゃない。協力して立ち向かわないと。剣はどこだ、腕が動かない。大丈夫よ、安心して。大広間にあいつの死体があったわ。兄さんが倒したのよ。だから大丈夫、あなたが戦う必要はないの。本当か、そうか、なら安心だ。俺の上着の上に成績がある。それを君の兄貴に。え、ボルマルフはこの成績のことを知らなかったんだね。必ず兄さんに渡すわ。頼んだぞ。ふう、疲れた、眠い。少し眠るよ。誰だそこにいるのは。そこにいたのか。貴様もあの世へ送ってやろう。怖がらなくともよい。苦しまずに殺してやるから。なんだと、ベリアスがやられたのか。貴様の兄は随分と悪運が強いようだな。さあ、こっちへ来るんだ。なぜだ、なぜバルコが反応するのだ。まさか貴様は。これはいい、思いがけぬところで出会うとは。あと100年は必要だと思ったぞ。まさか貴様がそうだったとはな。話して。安心しろ、命を奪ったりはせん。さあ来るんだ。あ、成績そのまま置き去りになってんじゃん。何なの。一人一つ持ってれば別にいいのかな。じゃあちょっとセーブをします。で、次の戦いがどうだったっけな。どっかでやっぱセリアとレディが出てくるんで、そいつ用にね、やっぱ即死対策をしたかなきゃいけないんですよね。なんかそろそろだった気もするからな。どうしようかな。多少ヒットポイントが下がったとしても火力重視でいくか。ねじり鉢巻きプラス2だからね。16か、でかいよな。ヒットポイントは233。これでいこう。リオファネス城屋上。あれ、こいつまだ生きてたの。バリテン大公、この知れ者め。恩をあだで返すとはこのことだ。お前が生きていられるのは誰のおかげだと思う。わしだ、わしのおかげだ。わしがお前をあの瓦礫の山から救い出したんだ。その恩を忘れたのか。恩をあだで返すだって。村を焼いたのはお前ではないか。父さんや母さんを殺したのはバリテン、お前だ。恩をあだで返す、違う、これは正当な復讐だ。あれ、剣を持ち出した。こっちは銃だ。復讐だと、お前にわしを殺せるのか。わしはお前の父親だぞ。お前を育てたのはこのわしだ。その父を殺そうというのか。さあ殺してみるがいい。殺せはしまい。なぜ殺せないかわかるか。それはお前の体が覚えているのだ、恐怖をな。だが安心しろ、次第に恐怖が恐怖でなくなるよ。
その話は本当なのか。今の話は本当なのか。お前までわしに歯向かおうというのか。なんと恩知らずな奴らなんだ。殺してやる。やめろラファ。兄さん、兄さん、しっかりして。ラファ、マラーク、お前がラムズか。動くなよ。さあラファ、マラークを助けたかったら成績をこちらへ持ってこい。マラークが持っているはずだ。探して持ってくるんだ。そうだ、それを持ってくるんだ。早くしろ。ん？ぐわ。すげえ、放り投げられた。その成績をこちらに渡してもらえないかな。あなたはエルムドア公爵、なぜこんなところに。そうではない、こちらに渡すんだ。ラファ、気をつけろ。そいつらは人間じゃない。君が異端者ラムザか。君には礼を言ってなかったな。いつぞやは世話になった、ありがとう。私はボルマルフのように手荒な真似はしたくないのだよ。そのあたりを分かってほしい。さあおとなしく成績を渡してもらおうか。そうしてくれたならボルマルフに彼が連れ去った君の妹を返してくれるよう頼んであげよう。アルマ、どこだ、返せ。私の話を聞いていないのか。まずは成績が先だよ。ダメだ、渡してはならない。妹を見殺しにするのかね。君は妹を助けるために危険を承知でこの城へ乗り込んできたのではなかったのかな。いいだろう、手荒な真似をしたくはなかったのだが。セリア、レディ、行くぞ。成績はその娘が持っている。成績を取り戻すのだ。いや、これはエルムドア一点突破。いや待って、ラファを守れかよ。一点突破でいける。どうする。381、こいつって何、魔術師系騎士かな。見れる、そもそもステータス。アークナイト一応見れんの。村正なんて持ってんだ。ハメドゲ、ハメドル持ってんのかよ。危険だな。両手持ちか。火力は高そうだな。ハメドルってどれくらいの確率で。ブレイブか。ブレイブの値を見よう。 70% かよ。やべえなこれは。いや一回攻撃してみよう。 100% にはなってるけどさ。いってくおー、やっぱり反撃された。呪われし野望。死んだ。ぐほわ。マジか、ハメドルは。聞け、俺が死んでもさ、終わらないの。アサシン死んだっしょ、もうこれ。二刀流だし。いや普通に終わったな。いやもうこんなどうでもいいわ。なんだマラークを痛めつけているけど、そんなに兄に恨みがあるのか。お前は見る。アルテマ使ってきた。アルテマランニングできるんだよね。ランニングするつもりもないけど、かっこよく決められたな。死んだ。いやマジでこいつどうする。ハメドルが発動しないまで粘るか。じゃあとりあえずさ、 100% ではあるからね。ハメドルさえ発動しなければ倒せるはずなんだよ。ハメドル痛い。これ食らったら絶望的だからな。これ結局さ、イベント見るのが超めんどくさいんだけど、ここに戻ってくるまでが痛い。
死んだ。いたちょっと戦術を変えるか。じゃあ倒せるやつを倒して遠距離でエルムドアを倒す、その方向で行こう。まずセリアとレディ、どっちがどっちだか分かんねえけど、こいつから始末していく。7450、一発でも当てれば OK。 まず1人目。なるほど、キクレインやベリアスがやられるわけだ。セリア、レディ、今夜は引き上げるぞ。え、マジでこれでよかったの。異端者ラムザよ、我が成績を欲しければランベリー城へ来るがいい。今度はランベリー城かよ。あ、やったなんだ、一人でも倒せばよかったんだね。兄さん、1万円。兄さん、ほら夜が明けたよ。よく2人で夜が明けるまでいろんなこと話したよね。旅行したかったな。ほらよく話したじゃない。戦争が終わって平和になったら私たちガルテナーハー族の故郷へ行ってみたいって。それどこ覚えてる？兄さん、なんとか言ってよ。アルマ、マラークのことなんてどうでもいいからな。何これ、まさかラファの心に反応しているのか。マラークの死を悲しむ心、ウィーグラフの絶望と悲運がベリアスを呼んだ。だとしたらお前も悲しんでくれるの、ありがとう。違う、それは兄さん、ラファ、ここは俺は一体。兄さん、よかった、痛いよラファ。天命師マラーク、誰かに呼ばれたんだ。わからない、聞いたこともない声だったよ。正しき心を持つ者のもとへ戻れ、その声はそう言っていた。成績がこんなところに。成績は神が作ったものではなく、もっと邪悪な、そうルカビーがこの世界へ出現するために作ったものだと思っていた。誰が作ったのか知らないが、要は使う側の問題ということか。アルマ、膠着状態に豪を煮やした北天騎士団は、拡大した前線に配置された騎士団をも動員してベスラ要塞の攻略を実行しようとしていた。
ラファ。一応入れとこう。レベル 54? え、なに俺と一緒マラークレベル50とか。え、そういうこと？じゃあちょっとかなりのバイトとして役に立ちそうだな。じゃあここで、チャプター3が終わりましたので、次回チャプター4やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。